五三家は、州の初代皇帝、民末新書の将軍。両党で新軍に退治していたが、理事政の北京占領に際して、清史に味方し、真の中国平定に尽力した。平成王として、勢力を振るうが後に、清史に背き、三藩の乱を引き起こした。州王朝を建国して皇帝を称したが、清史に滅ぼされた。子に、クレオークマラ、孫に、クレヨ。 五三家が廃用したと伝わる大統奥れ家は、もともと公有の出自だったが、父の五条は武官として両党に居住することが多く、両党に席を移していた。両党で生まれた五三家は、父の功績によって武将として取り立てられてから出世を重ね、数定14年に帝徳として、両政の寧援州場で民軍を指揮し、清からの防備に当たった。 数定17年、流族出身で、民に反旗を翻していた、理事政の準軍が北京に迫るとの法を受けた朝廷は、五三家を平斎白に封じ、首都北京の防衛に当たらせることとした。しかし、山海間から北京に向かう、途中の州で、北京陥落の法を受けた五三家は、山海間に引き返した。山海間において、西から理事政が仕切りに、 五三家に投降を呼びかけ、東からドルゴン率いる新軍が迫っており、五三家は窮地に立っていた。真の五三家に授与された平成大将軍員この時、父の五条をはじめ五三家の一族は北京におり、父からの勧告を受けた五三家は一時は従いの投降を決めていたが、急に包囲して真のドルゴンに南高不落と言われた山海間を明け渡し、 理事性を打つための援助を求めた。ママ母の兄にあたる総応ことぶきがすでに清に投降しており、その勧告を採用したとも言われるが、準軍の規律が緩み、民衆に支持されなかったことを知り、自身が北京を解放することにより、思考の地位を得ようという野心を持った、という説もある。ドルゴンは5、ゴー3系の要請を入れ、そのまま北京に進軍を開始した。清と、 五三家の軍は、李事政率いる、巡軍を激戦の末打ち破り、そのまま北京への入場を果たした。その際に、李事政に伴われた父の五条、北京にいた五三家の家族らが、李事政に殺されているが、その見返りとして、五三家は、平成王に封ぜられた。五三家に限らず、清は、中国侵入に当たりなお、下記、高中明らの肝心武将を徴用している。 彼らの軍事力は清氏にとって大きな価値があり、また脅威でもあった。五三家は、先制四川方面へ転戦して、清氏に反する流族を討伐し、順次十四年に平成大将軍に任ぜられて、民の残党勢力である南明政権の討伐にあたる。雲南、奇襲方面を攻略してそのまま雲南に封じられた。後期元年に、ビルマオーピエ民の裏切りで、 カツラ王、カツラ王太子夫子を御三家に引き渡された。御三家はカツラ王夫子を本明でく切り殺したとも家計に処したとも言う。この時にカツラ王の聖母の馬大号マリアからこの逆信目が、わらわは死して地下から見張って何時の樺をすべて砕かれるのを見てやる。とののられたと伝わる。ついに民の高等は完全に滅亡し、清は御三家に 親王の釈意を賜うことで報いた。山海間で順と清の軍勢に挟まれる形で、窮地に立っていた、五三景が異民族である新軍に振った経威に、関しては諸説があり確かな結論はない。壮大以降、異民族と戦った将軍を英雄視する社会の中で、結果として、異民族に中国を売り渡したと評せられる、この行為に対し、 陳炎炎という美女のせいであるという話が早くから、流布している。祖宗の歌姫で絶世の美女と称せられた、陳炎炎は、もともと、数帝帝のために、宗皇后の父の宗家が買い求め、皇帝の長愛を受けないうちに、五三家が見染めていた。五三家が両姉に出征した際に、陳炎炎は、五条の屋敷に住むことになったが、この直後に北京は、順軍に占領された。 そして理事生の武将である、竜葬備に、鎮延園が奪われたことを知った、御三家は激怒して、父に質問状を送るとそのまま新軍に、援助の要請を行った、というのである。この話は、民史にも載っているが、果たして、御三家の真意がどこにあったかは不明である。しかし、早くから民間には、鎮延園に関する説話が広まっており、同時代の詩人である、 クレイ行は七言子し、永遠曲を読み、その中で、冠をつく一度は、高岩のためなりと歌っている。ただし、五三景の評判が芳しくないことから、その配信行為を憎む後世の人々が作り上げた、話だと言えなくもない。平成王として、雲南に拡挙した五三景、平南王の昇華義、し、安市、南王の高中秋は三半と称され、 強大な軍閥として、真の従属国というよりはほぼ独立国として、君臨していた。三藩は、領内の管理任命権を持ち、軍事、行政面で、北京の朝廷と完全に一線を画していた。特に、五三系は清から毎年莫大な軍事費を支給され、チベットとの貿易や、鉱山開発、動戦の、渡しなどにより、距離を得ていた。 こうした三藩の流星を苦々しく思っていた。皇季帝は三藩を抑えた中国全土の直接支配を目論んでいた。後期十二年、なお、柿が故郷の両党への帰郷とこのなおゆきへの藩王継承を申し出たが、それに対する皇季帝の答えはなお柿の帰郷は許すが藩の廃止を要求するものだった。藩王の世襲を当然と考えていた皇三景及び 後世中は驚き、すぐに、清志に、藩の廃止策の撤廃を請求した。後規定の答えは変わらず、ここへ来て、後三家は、清志への従属をやめて、独立の意思を表明、州を建国して、後に、天下と、小東平和大元帥を自称して、真の領内への進行を開始した。当初は、後三家の州軍の改進撃が続き、 直行親や厚生中や先制帝徳、王タスク心、厚生将軍孫延霊が真に背き、台湾の帝業も反乱にこうした。しかし三藩や他の有力者が造反したと言っても、その足並みは揃わず、厚三家の掲げる、女神族を追い出し、漢民族の国を建てるという大義も、自身が、女のために神軍を引き入れたという風説、民の末裔である。 桂王を殺したという悪評を考慮すると極めて色あせたものに過ぎず、決して民衆の支持を得られなかった。一時は長考以南を制圧した州軍も漢人が主力となった新軍の反撃に遭い、後期15年に直行臣が後期16年に高世中が心に降伏し、後三家は孤立していった。後期17年3月、 五三家は、形成逆転を狙ったか、それとも、四季を悟り観念したか、コナンの講習で定位についた。国号を大衆とし、元号を秋武と定め、新王朝の建国を高らかに宣言した。しかし、同年8月15日に67歳で死去し、孫のクレヨが定位を継承した。死の直前に、五三家の女性の古国中が真に基準しようとした。 こう聞いて噴死した説もある。小説映画ドラマ。ありがとうございます。